はい、今回はマビックエアが届きました。今までですねファントム4、ファントム4プロ2機を持ってまして、どちらかというとファントム4プロで写真動画の撮影もやっていたんですけれども、4の方をドナドナしまして、エアの方に、バージョンアップといいますか、こちらの方にしてみました。なんでこっちにしたかというと、やっぱりあの持ち運び手軽さっていう面では、今まで一眼レフで写真の撮影とかも結構してるんですけど、それをリュックに入れて背負って、そしてファントム4をバッグで持ち運ぶっていうのが意外と大変で、これだと手軽に運べて高画質でも撮れるということなので、マビックエアにしてみました。はい、早速開きました。なるほど、これは小さいですね。これはあら、こら来ましたね。わあ、ちっちゃ、おもちゃやんこれ。うわ、今回ちょっと黒にねちょっとしてみたんですよ。かっこいいかなと思って。はい、はあ、こんな感じですか。え、これ開いちゃっていいの？なんか怖いな。ちょっと待って。何？はあ、ははあ。シールベタベタ貼ってある。あ、はあ、ははあ。こういうことね。あぶね。このまま横に開こうとするとこれは多分折れます。だけど下にこう引きながら上ですね。決して横によいしょってやるとこれ多分折れると思います。こういう感じです。はい。でこれが。まあ、スタンドというかここがアンテナらしいんですよね。はい、こんな感じ。はあ、このサイズ、なるほど、これは確かに小さいですね。おう、うん、なんて書いてある？ここを挟んで開けます。そしてこれを上にスライド。あまり強くやると、カメラも一緒になんかこう今引っかかってたので気をつけた方がいいかも。ああ、カメラ来ました。はい、はい、ここを両手で下げて、で上に持ち上げて撮るって感じですね。はい、それではこれはこれをちゃんと読んでからねやらないとダメですね。あれ、スティックないじゃん。これか。ネジ式になってます。いう感じですね、うん、これお、アンテナですか、うん、なるほどなるほど、こういう感じですね。お、怖い。これも向きを気をつけないと、これ反対にして上投げちゃうと折れちゃいますね。こうですね。ここにも、あ、あるじゃん。ここに予備がついてます。予備というか僕がつけたやつが予備だったんですね。ここに USB ポートがありますね、はい、ライトニングケーブルここに入ってます。はい、でアダプターの方はここに USB ポートついてますね。と多分これのコントローラーの方の充電もここで行うのかなですね。ここを合わせて、はい、刺してみます。そうすると、まあ、つきました。はい、これでできてるはずです。そうか、早速向きを間違えてました。はい、このプロペラの部分ですね、これどうやって取り外すかをちょっと見たいと思います。多分こう、あ、こうやってグッと押して回すと取れますね。グッと押して回す。そしてここのローターのこの部分を持ったままプロペラを回してみて、ガタがないか、なければ綺麗に完全に止まってるってことです。これを確実に確認しないと、これが緩いと回った瞬間にプロペラポーンと飛んでいって、もし途中でポーンって抜けるとそのまま墜落するので、しっかりと確認した方がいいと思います。 RR、
ライトリア、ライトフロントってことですかね。ここを多分買っちゃうんですね。はい、買っちゃうしました。たらこれがフロントでこっちがリアなので、こういうことですかね。結構軽いです。そしてね、薄いです。ほら、すごくここがもうくり抜かれていてペラペラですね。これ踏んづけると多分簡単に折れますよ。気をつけた方がいいかも。でどう考えてもここがローターの部分ですので、そこを合わせて、そこを合わせて、で、カチッとして、こっちもはい、カチッと止まりました。あ、もうかなりがっちりしっかり止まります。であとはカチッ。うん、手軽ですね。すごい手軽でしっかりしてます。ガタはないです。カメラに関してはこのカバーをですね、直すときは必ずつけたがいいと思います。もしこのままあのケースに直しちゃうと、歩いたりしてるときにすごいブレるので、その分このジンバルがですね、プルン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 、こうカメラの重さでブレるわけですよ。その分無理なこう負荷がかかってしまって、もう変な衝撃、ドーンとかいう衝撃になってしまうと壊れる可能性があるので、このホルダーは必ず飛行が終わった時はですね、つけると忘れないようにしてください。はい、ね、充電が完了しましたので起動させてみたいと思います。